総武本線越中島支線越中島支線とは、小岩駅と越中島貨物駅を結ぶ東日本旅客鉄道総武本線の鉄道路線の通称である。1929年に小名川の水運との物流連絡のため、亀戸駅から小名川駅まで開業し、その後越中島駅まで延伸された。また、百八十九年までは、東京都港湾局所有の専用線により豊洲や、 晴海までつながっていた。この専用線は鉄道による貨物需要が低下したため廃線になった。1972年まで沿線に汽車製造東京製作所が存在し、製造された車両は専用線を経由して、小木川駅より各社へ向けて輸送されていた。小木川駅は2000年に廃止され、跡地は再開発によりマンションとショッピングモールありを北た砂となった。 全線単線、用地は、ほとんどの区間で、複線分確保されているが、一部は駐車場や、南砂線土公園として転用されている。火災橋通り及び永帯通りとは踏切による、平面交差のため、交通障害の要因になっている。全線が、JR 東日本千葉支社の管轄である。なお、越中島貨物駅は、千葉支社所属の駅であるが、同駅には、 東京支社管轄の施設も置かれている。かつての小じ川駅発着列車では D51 系蒸気機関車や DD51 系ディーゼル機関車が使用されたほか、後年にはコンテナ輸送も行われていた。現在は越中島貨物駅にある東京レールセンターから発送される鉄道用レールの輸送に使われるのみとなっている。この工事臨時列車は高崎車両センター、 高崎市所属ので重系ディーゼル機関車による経緯、牽引で2008年10月現在、日曜日を除き3往復のダイヤが設定されており、日によって運休する列車もあるが、平日は3往復すべて運転される日もある。なお、旧同じ川駅付近より、越中島貨物駅構内となっており、同区間は入れ替え運転のため、入れ替え動力車標識を表示して運転する。 越中島貨物駅を発車した手重江東区では亀戸駅から新規場駅間に LRT を走らせる構想がある亀戸駅前南砂付近までを高架化または既存路線を活用し以南は明治通り沿いのとあり地に線路を付設する案が出されている沿線住民の約8割が南北を結ぶ LRT の実現を望むなど実現への期待が高いが 公的支援なき収支の均衡が見込めないほか、新規売機付近での国道357号との平面交差などの問題が指摘されている。2009年8月18日時点では、江東区は LRT 構想を長期的構想としている。なお、亀戸、南砂間は昭和40年代まで都電が走っていた。また、関連する路線として、ゆりかもめを豊洲駅から、 亀戸駅まで延伸する要望や提案が、江東区議会で行われ、議会本会議で質疑も行われている。廃駅小野川駅、新小岩三沢駅へ中島貨物駅間、ありがとうございます。